度重なる敗北の果てに、その男の体はすでに限界へと達していた。だが、まだ死ねない。男にはなすべきことがあった。双子の弟に勝つことだ。ダンテ、締める鎖、この全ては弟に勝つ。そのために男は滅びゆく肉体と心を捨て去ることを決めた。ヤマトの力を使って自らの人と魔を切り離したのだ。そして男は純粋な悪魔となった。俺に残されたかすかな魔の力で滅びゆく肉体を維持してはきたが、もう限界が近い。切り離され、人の魂だけになって、ようやく俺の犯した過ちに気づいた。力を得るために捨てたものが、その全てがどれだけ大事なものだったか。それでダンテにいる依頼したの。そうだ、愚かだが、やつならきっと過ちを正せる。そう思ったんだ。なあ、俺は正しかったのか。私はママじゃない。自分で考えて。今は見届けましょう、ダンテの戦いを。鳴らしにはちょうどいいな。
血で満たせって。俺のはお断りだぜ。この溝をたどれば。気になったらぶっ叩け。ほらな、血が流れ出した。
ほらな、血が流れ出した。